だけど俺、うん、あのダイナマイト関西の DVD が発売されたんですよ、うんうん、俺が2014ので、うん、で、はいはい、俺ね準優勝してんだよ俺、うん、俺ほんとそれで大輔だけだよ褒めてくれたの、うん、であの他の芸人とかあれ一回戦終わるごとに、あの、予選の時とかだったけど、あれ、多分、嫁か彼女に電話してんだよ。うん、階段のとこで、今一回戦勝った、けど次相手誰々みたいな、で、いいなと思って見てて。うん、でも、リスナーから来てんだろう。ダイナマイト関西発売されたから見ました。おめでとうございます。って。いや、来てるとは思いますけど、みたいになんか濁すからさ、うん、見てやれと思ってパソコンで調べたら、うんいつも来てねえんだぞ。全部あっちでショーパブ祭りの DVD の数、しょうもないライブの話。いや、まあ、しょうもなくはないけどな。で、なんか、来てましたっつって、うん、ってパッと見て、うん、ラジオネーム何々っつって、ダイナマイト関西見まして、感動しました、うん、順位順位。アドレスのとこよく見たら、タイ奥だって書いてある。何なんだ、それ。何なんね、そのやりとりと思って。何なんだよ、それ。本当だよな。暇なのか本番前に。いやー、でも嫁がいたらなうん。ビーフシチューとか作ってくれんだろうな。それはもうお祝いだっつって言って。うん。うん。それ家帰ったらあったかいビーフシチューあったよ。つまんねえ。八つ当たりしてやる、誰かに。うん。誰かの女の子のタレントの悪口、明日の収録でめちゃくちゃ言ってやる。うん、それはもう。勝手にしていただきたい。うるせえなお前。知らん、わからんの、そんなもん。止めることも止めるのも別にできないしさ。タリフタの DVD も発売されるからさ、うん、うん、それは来るんじゃないかい。じゃあ感想が来ねえんだから、来ねえんだ。なんか俺のこと失敗しすりゃいいと思ってんだろう、あの俺のファンって。いや、それは。なんか、仕事なくなれって思ってんじゃねえか、俺のファンって。うーんじゃねえよスタッフがみんなうーんって、うなずいてんだよ。少なくともここにいるメンバーそうだってことじゃない。ファンは知らんけど、うなずいてるってことはさ。それはもうわからんけど、ファンの人はわからんけど。うん、今日出待ちのスレスレのとこ走ってくるまで帰ってやる。ちょっとヒヤッとする感じのとこ走って帰ってやるからな。いや、それこそ八つ当たりじゃん。出待ちに来るってことはこの夜中寒い中ね。うん、それはかわいそうじゃん。うるさいわい。荒れてるね、どうやら。